小谷城郷土館は、大阪府堺市南区豊田にある博物館法に、基づく登録博物館である。運営は、一般財団法人小谷城郷土館。当館の設立は昭和46年、当地にある、堺市内最古の山城の一つである、小谷城の39代目の城主で、地元の郷土市屋でもある、小谷正明が、堺近辺で収集した。 各種道具や武家道具等の歴史的資料を幅広く公開する目的で設立された。正明はかねてから財団法人化する意向を示していたが、1991年に82歳で死去。その後は遺族らが中心となって財団法人をたり上京土館を設立し、1992年4月に真相をオープンした。展示品は約1万5千点。 泉地方に伝わる、ひなわ重などの武具や農具、江戸時代以降の民具資料や古文書などを展示している。また、江戸時代に建築されたお屋や,や、蔵、門長屋などもあり、当時の生活の様子を見ることができる。仙北ニュータウン建設前には、小谷状況土管発掘調査団を編成し、古墳時代に仙北丘陵一帯にあった、 スエキの生産拠点であるスエムラカマート群の発掘を行い、スエキや工房跡などが出土した。それらの出土品の展示や出版物の観光など、発掘の成果を館の活動につなげる取り組みを行っている。滋賀県にも小谷城はあるが、関連性はない。江戸時代後期の山和宗建築の母屋や,や土蔵等5県が2005年に国の登録有形文化財に登録されている。 また、源氏物語図屏部が1997年に堺市の有形文化財に指定されている。ありがとうございます。